はい、どうも皆さんこんばんは。脳科学教育コンサルタントのクロスです。今回お話をする内容は、国家別にビッグファイブが分かると便利だよねっていう話です。人間で性格特性を測るためのテストっていうのはいろいろとあります。その代表格として挙げられているのがビッグファイブ、ファイブファクターモデルですよね。でその次に私が個人的におすすめしているのがヘキサコモデルと呼ばれているものです。まあいろいろあるんですが、じゃあね、国民性っていうことに関してのそういう性格特性を評価するなんかそういうテストってないのっていうことですよね。気になるじゃないですか。中国人はこうだ、日本人はこうだ、ニュージーランド人はこうだ、アメリカ人はこうだ、ポーランド人はこうだっていうふうに、まあなんとなくちょっとした傾向や方向性みたいなものを捉えるのに使える、そんな基準とかテストとかがあったら面白いなっていうことなんですが、実はあるんですね。あるんですよ。はい。だから国民性の違いっていうのがある程度あぶり出せることで、なんかいろんな発見とか不思議なつながりっていうのが見えてくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で今回そのそれを紹介するという内容になっています。で後ほどですが、中国と日本とニュージーランドのこの3カ国を比較して解説しますが、まずは前提、背景知識からいきましょう。この評価軸っていうのは全部で 1,2,3,4,5,6 の軸があって、それぞれの強弱でその国の国民性のようなものを測ることができるんですね。でこれはどういう分野でよく使われているかっていうと、まあ私の場合ね、よく見かけるなっていうのが、そうだな、ビジネスとかの論文においてよく見かける気がします。特にメタ分析ね、消費者心理、消費者の行動をつかみ取る上で、やっぱり国別にちょっと性格特性が微妙に違うわけじゃないですか。この国の人たちは不安感じやすい、この国の人たちは短期欲求的な行動を取りがち、この国の人たちは男女の差がある、この国の人たちは平等主義だとか、いろいろあるわけじゃないですか、ね、でそれぞれの国の違いによって消費者行動、消費者心理も当然変わってくるし、どういうビジネス展開をすることでうまくいくのかっていうところで、国別にカテゴライズできるっていうような、そういう使われ方するわけですよ。なので名前としてはホフステッドカルチャーディメンションと呼ばれています。ホフステッド、これ日本語ではね、あんまり解説してるホームページ少なくてね、1つか2つぐらいしかなかったなと思いました。海外だったらね、もう普通にメタ分析で出てきてたんで面白いやんと思うんですけど、日本じゃもうこれ全く出ないと。なんでなんでしょうか。それはそうと。じゃあそれぞれの6つの軸を解説します。まず1つ目がパワーディスタンス、力の距離感っていうことなんですが、この力の距離感を高く評価している場合、ヒエラルキー、つまり上下関係っていうのはある程度大事にしていると。年上を敬うとか先輩を敬うとか、そういう年功序列ですよね、いわゆる。で逆にパワーディスタンスが低い場合、イガリタリアン、つまり平等主義、ある程度平等主義で、年上が上だろうが下だろうが関係ないと、先輩後輩とかそういうのじゃなくて、割とフレンドリー、すぐ気軽にマネージャーとかボスと話しかけて軽く雑談も相談もできると。だからアメリカンなイメージぐらいに思っといてんちゃう。例えばさ、そのもしじゃああなたが、じゃあ男だったとして、でアメリカで恋人ができたとします。ほんならその彼女のお家行って向こうのファミリーと初めて会うわけでしょ。アメリカだったらさ、すげえフレンドリーな感じで受け入れるイメージあるけど、日本だったらなんかちょっとお前に娘はやらん的な雰囲気とかあるのかなと。要はそれも結構年功序列が背景にあるからでしょ。年上を敬いなさいというようなのがあるわけだからね。っていうのがまず一つ目の評価軸となります。でその次、コレクティビズム versus individualism。なんて言ったらいいの、日本語で。集団主義と個人主義っていうことですよね。個人主義っていうことは、自分一人で自分のゴールに向かって自分で勝手にやっておくと。で逆にコレクティビズムっていうことは、グループでゴールを共有してグループで何か成し遂げようっていう意味なんですけど、良くも悪くも働きます、このコレクティビズムっていうのは。
例えば、まあ、悪い例で言うとね、資本主義と結構結びつきやすいですよね。あ、資本主義じゃない、ごめん、社会主義ね、間違えた。社会主義と結びつきやすいよね。レーニン、毛沢東、ヒットラー、このあたりはコレクティビズビストに割とちょっと近いと。みんなで同じ方向を向いているべきであって、そうでないやつは敵だみたいな、反乱分子だみたいな風にもなりかねない。ただこれがもし集合値を生かして、そして会社のゴールを設定して達成に向かうためのエネルギー源として使う場合は、まあこれはこれで役に立ちましたね。だからいい面も悪い面も全てが大きく、振り幅が大きくなるというか、で逆にインディビジュアル、まあ個人主義だったら自分一人でだけまあまあ、コツコツやってればいいわ、他の人とはそんなにやわって感じだね。でその次、Uncertainty Avoidance Index、 これはその不確定要素に対してどれだけ嫌がるかっていうことで、この不確定要素、に対しての嫌悪感が強ければ Uncomfortable with Uncertainty、 つまり不明確な状態に対してとても嫌な気持ちになると、不安を覚えやすいと。だから将来どうなるのかわからないと不安になりやすいし、理解不足から来る、なんていうか不安で動けなくなっちゃうとかね。で逆に、その反対が、少々先がどうなるかわからなくても別に平気やわと、へっちゃらやわって感じだね。むしろカンフォータブルだよと、なんなら心地よさすら味わえると。だからまあ不安を感じやすいかどうかみたいなとこあるよね。で次、Femininity and Masculinity、まあ、つまり女性らしさ VS 男性らしさみたいなところがあるんだけど、この男性らしさの方が上回っている場合、権力とかに興味持つし、物とか生産性っていうものに興味持つし、男と女とは違いがあると、男は戦う存在であって女は子供を守る存在だみたいな、そういう男女格差のようなものも若干入ってきてると。なので競争とか格差とかっていうものを、マスキュリニティの方に寄ってくるところだよね。で逆にフェミニティの方が高い場合は、高いっていうか、その場合みんなでその協調性を持って進みましょう、で男の人も女の人もそんな違いがあるだなんてそんな風には考えませんよと。でバイオレンス、暴力とかそういうのはちょっと、そういうのは最小限にとどめましょうみたいな感じになるよね。だから競争っていうのをそんなに求めていないし、なるべくみんなで分配がうまくいくようになるといいよねっていう考えがあります。分配がうまくいくっていう考えか、競争で格差をはっきりさせるかっていう考えが強いかっていう感じだね。でその次、ショートターム vs ロングターム orientation、 これは短期欲求的な行動が目立ってんのか、長期的な欲求が目立つのかっていうことね。で長期的な要求が目立つということは、未来に視点を向けている、その例えば1000年後の子孫の繁栄のために何今我々すべきかみたいな、まあ、極端に言うとね、極端に言うとよ。で逆にその反対が、毎日同じことの繰り返しで、とりあえず毎日のんびり暮らせたらええわみたいな、そういうことですよね。 Traditional and short term、 だから伝統っていうのがここに入ってくると。伝統っていうことは基本的には今まで通りのことを繰り返して、なんか新しいことを特にすることなく、まあ毎日毎日、ノルマを、必要最低限のことをこなしてればそれでええわっていうことやね。で最後、 Resistant or Indulgent、Restraint versus Indulgent、 Indulgence、これはね、そうやな、なんて言っていいんかな、何かをこう規律を守るで、必要以上に享楽主義に走らない、何かこう例えば、なんて言ったらいいのかな、 目先、とにかく自分を楽しませることを良しとするか、いやもうちょっと節制しましょうよって考えるかってことね。でこれが低い場合、ノーマティブリプレッションっていう風になります。でどういう意味かっていうと、社会規範っていうものをなるべく守ろうとします。で抑え込もうとします、自分たちを。アリとキリギリスでいうところのアリみたいなもんやね。でその反対がキリギリス、 Satisfaction is good、 まあ満足することはいいことだとね、いうことやね。だからその我慢するのは良くないよみたいなことやね。はい、まあまあとりあえず背景知識、前提知識をそうやって解説したところで、国の違いというものを紹介します。ぜひともね、もし気づきがあったらコメント残してってください。生配信中なんで最後に一気に拾って読んでいこうというふうに思います。まず中国、ジャパン、ニュージーランドというふうに3つ比較しました。
これね、いくらでも比較できるんやけど、まあ、分かりやすいかなと思ってね、中国、日本、ニュージーランドで結構ね、似てる部分とはっきりと違いが出る部分とそれぞれいい感じのバランスで出たから面白かったのよ。ニュージーランドはまあ私がそうだからでしょ。で日本は今まあ住んでるでしょ。で日本と中国とでまあ、どうかみたいな感じで、ここでちょっと対立構造として載せてみました。同じアジア人なんだけれど、でも違いもあるっていうところをこのグラフでどのように炙り出していいのかっていうのを見ていきましょう。まずパワーディスタンス、つまり上下関係の厳しさっていうものに関してなんですけれど、ニュージーランドが一番低くて中国が一番高かったです。やっぱり儒教の文化なのか分かんないけれど、やすやすとその社長に声かけたり、リーダーやマネージャーに声かけられないし、近くにいないっていうことだよね。でも逆にニュージーランドの場合ね、例えば分かりやすい例で言うと、もしあなたがコンビニのある店長をしてたら、たまたまマネージャー、エリアマネージャーがおった時に、まるで昨日、まるで長い間友達だったかのように、初対面でもいきなり慣れ慣れしく喋りかけて、ねえねえマネージャー、これさ、こうこうこうでこうだよね、こんなんでええのみたいな軽い感じでいけると。で、マネージャーもマネージャー、それを全然受け入れるんですね。ああ、これね、こんな感じでいいよ、みたいな。つまりそこに上下関係っていうのがもう希薄ということですよね。でこれね、これ知った時すげえびっくりしてね、だからかってめちゃくちゃ納得したのよ。私ね、本当に上下関係すげえ苦手でね、嫌でね。でだから自分が上の人になんか敬うとか、自分より先輩の人に対してなんかこうなんやろな、ちょっとちゃんとせなあかんっていうのは頭では分かってんねんけど、おい、なんでこんな無能にちょっと頭下げなあかんの、おかしないっていうのもどっかずっとあったんですよ。でそんなん興味ないねんけどな、意味わからんわってずっとね。でもまあみんなやっとかそうしてるけどさ、ずっと違和感感じるわっていう感じだったんですよ。でもなんでそうなんだろうなって、そういう性格なんかなと思ったら、どうやらニュージーランド人って結構そういう気質の人多いみたいですね。上下関係というものをあまりその重要視してないというか、ピンとこないというか、そういうものがないということやね。あ、なるほどなと、すげえ納得いったなと思った。で逆に中国はその辺結構厳しいのかもしれませんね。上下関係みたいなものをはっきりさせようとする、まあ儒教の文化っていうのはやっぱりそういうことなのかなというふうに思いますね。じゃあ次、個人主義、つまり、個人主義の方が良いのか全体主義の方が良いのかということで、これはこれでまた興味深くてね。まずね、中国は集団主義でした。まあやっぱりそうかっていう感じしますよね、習近平をトップにみんながそのなんだっけ共産党員としてやらなきゃいけないみたいな雰囲気っていうのは強いってなってくると、それは個人主義なわけねえよなっていうのはもうめちゃくちゃうなずきましたが、ニュージーランドは意外なのよね。私のイメージではね、ニュージーランドってなんかその森の民の人たちやから、で平等主義な、まあ、なんていうか格差を嫌うわけでしょ。みんなでまったりのんびりしようやって思うのかっていうと、意外と実はいや自分のファミリーだけでええわと、自分か自分のファミリーだけで頑張るから、あんまりなんかベタベタするの嫌だなみたいな、そういうことだったんですよね。これもすげえなんか俺の性格によう似とんなと思って俺ただのニュージーランド人やったなと思って思いましたね。この2つでも自分のことやなと思いましたもん、この両方見て。ああなるほどなと、やっぱり俺結構個人主義なとこあったから、だからチームワークに対するコンプレックスがあるからこそ、チームワークを最大限に運用させるための技術とかそういうのをすげえ興味持つんやなと思いましたね。自分のコンプレックスを乗り越えたいからっていう。だからで確かにね、ニュージーランド人ファミリーはすげえ大切にすんねんけど、でも意外とホームスクーラーもすげえ多いのよ。ホームスクーリングやっている人も要は学校で馴れ合うのはあんま好きじゃないのかもしれませんね。学校で馴れ合うのはあんま好きじゃなくて、でマオリの人たちってさ、昔戦闘民族だったわけでしょ。その自分のコミュニティの中だけでやってて、で他のニュージーランド人の部族と争いやってたと。だから小さなコミュニティで他の人と争い合うっていうようなのが、ね、根っこにはずっとあるから、だから守るにしても自分か自分のファミリーだけであって、他のやつは知ったこっちゃないみたいなとこあんのかなと思いましたね。はあなるほどと思いました。若干そういうとこあんねんなと。で日本はその中間、っていう感じですね。日本はちょうど中間。じゃあここでようやく日本がぶっちぎってるやつが一つだけありますね。ニュージーランドと中国はそう変わらんけれど、日本だけぶっちぎってるのは何かっていうと男女格差ですよね。で競争心の強さ、つまり男とはこうあるべきで女とはこうあるべきだみたいなのが若干強くて、もしかしたら男女格差のようなものも
中国やニュージーランドよりも強いのかもしれない。でいやだから、あそうなん、おもろいなと思いましたね。そんな、なんか意外やなと。だって中国もなんか男女格差ありそうなもんやけど、でも、よくよく聞いたら、女性だって結構強いようなイメージあるしね、そういえば中国も。結構強いというか、女性もね。日本の場合、なんか、なんだろう、3歩下がって、後ろにひょこひょこついてこいみたいな、男子厨房に入らずとか、なんかそんなことわざだってあるでしょ。だから、なんだろうとか、九州男児っていう言葉 もう表されるように、なんかこう女性は女性らしくしなさいと、で男とはこうあるべきであるみたいな、そういう風潮が強いのは実は日本やということになるね。ああなるほどと思いました。で次、これはもう超納得やなと思ったんやけど、と同時におもろと思ったんやけど、 Uncertainty Avoidance、 未来への不安の忌避せよね。どんだけその不安から逃げたいか、なるべく前もってどうやってその逃げておけたいかということで、ぶっちぎっていうのがやっぱり日本、中国30に対して日本92と3倍も違うと。ということはね、これはすごいなと思いました。やっぱり華僑のそのビジネスマンが多いっていうイメージがやっぱ強い、なんていうかね、たくましさっていうのを感じるんでね、中国人の中には不安とかないんでしょうね。不安感じにくいんでしょうね。ニュージーランド人よりも不安を感じにくいと。だから先行きがわからん、かかってこいやが中国人で、先行きがわからない、怖い怖い怖い、無理無理無理が日本人やと。でニュージーランドはまあ真ん中ぐらいやと。おお、綺麗になんか分かれとんな思いましたね。ビンビンビンって。で次、 long term orientation。 ここで唯一ここだけね、日本と中国が揃っててね、あここはちょっと IQ 格差がやっぱあるのかなと思ったんやけど、いやでもニュージーランドもね、平均 IQ そんな低くなかった気するんだけど、まあ、long term orientation ということは、長期的な目標に向かって自分の計画を立てて行動しているかどうかっていうところでは、日本と中国はほぼ一緒、どっちも90近いと、87と88と。だからまあここは勤勉性の高さのようなもの、いや生産性の高さのようなものを感じました。やっぱアジア人はなんかそうなんかなと、コツコツと、意外とその仕事とか勉強に対してはすごく真面目だから、どっちも高学歴が多いみたいなねことなので、逆にニュージーランド引くと思ってニュージーランド人はいやー明日楽しかったらそれでいいわみたいな、そういうことよね。ああそういうことなんやと思って。でその次、最後、エンダウジェンス。どんだけその協力主義、とにかく欲求を我慢するのは良くないと、ね、自分の楽しいと思うことはしっかりともうやっちゃおうぜっていうのがニュージーランドがぶっちぎってたと。なんかすげえわかるわと。だからショートタームオリエンテーションで、なおかつ楽しいことは大好きっていう、なんか国民性の違いっていうのはちょっと面白いなと思うんですよ。で逆にね、中国と日本は低くてね、いやみんなでその規律を守って、社会規範を守って、そして、コツコツと節制すべきだっていうのが特に強いのが中国、その次に日本でしたねっていうような違いがあって、ちょっと面白かったですね。はあなるほどなというような、こういう、国別のなんて言ったらいいの、まあ、ビッグファイブが分かりますっていうことです。でホフステッドのそういう、こういう分かりやすく評価グラフで比較してくれるサイトがあってね、まあそこはそうだな、じゃあこれの後でほなやっとくわ、概要欄の方に入れておきますね。興味ある人はいろんな国と比較してみてくださいということですね。以上となります。じゃあもしコメントがあればちょっと拾っていきたいというふうに思います。さあどうかな、コメントは ありますね。さあ、県民権の達人、こんちくは。日本人ですが上下関係苦手と言いますか、敬語が苦手でフレンドリーで距離の近い話し方になりがちです。書くときは敬語で話します。ああなるほど、つまり文章と対面とではちょっとまあ別人って感じですかね。私も割とそういうとこあります。うん、わかります。まあでもだから一応ね、さっきのまあグラフは極端にちょっとなんというか、うん、してるからね。実際はいくらでも例外があるとは思うんでね。君、天才が上やのに やたら天才やっぱ好きやな、昔から天才好きやな君、どうして私が希望抱けようか、悪いやつが権力を握って友人も不実で私を嫉妬しているというのに、天才が上かな。天才は上でも下でもなくて、
成果を出してるやつが上やと思うのよね。まあ正直言うとね、成果を出してるか結果を残してるか社会貢献できてるかで、天才やけど無能っていっぱいおるやん。天才やけど無能じゃなくて凡人でもいいから社会貢献している自分の、持っている潜在能力や才能を社会に生かしている、まあ、多くの人に感謝されているとか、もしくはチームワークで、何かこう自分の能力を貢献できているっていうことの方がよっぽどまだいいなと思うのよね。だから天才であれば、まあ、IQ が高いのはええけど、 IQ 高いけどポンコツなんですっていう人もまあ見てきてるからね。だったら、うん、IQ も あることに越したことはないけど、まあちょっとね大事でしょうと。七面鳥とビッグファイブ比較できて笑いました。七面鳥と、ああそっか、動物の場合そういえばねビッグファイブの比較あできんねんや。動物のビッグファイブをまあ分かって出てるっていうのは知ってたんやけど、でもそんなんあんねんや、面白いな。あ、ターキーか、七面鳥ってターキーのことか。あ、分からんかったトルコやね、だからトルコっていうことかな。それ違うの、トルコと比較したのか、それとも本当に七面鳥と比較してんのか、どっちやろ、ちょっとわからんな。でも猿とかはねある程度ビッグファイブ分かっててね、とはいえ実際3つしか評価できなかったみたいなんやけど、うん、まあまあだから動物もある程度そのビッグファイブの傾向っていうのは見えてるみたいね。ターキーってトルコなんですね。そうですね、トルコです。多分じゃあトルコと日本を比較したってことかなと思いますじゃあ県民経緯の IQ がちょ気になるな。つまり自分は例えばさ、県民経緯なんかの発達検査とか知能検査受けた、どっかで。そしたら知覚統合とか、あ、翻訳機能がポンコツだと思います。ああ、そっかそっか。まあターキーってね、うん、確かにむずいよね、国、うん、まあターキーな、うんしゃあないね、しゃあないよね。でこの県民系は1回だから知覚統合、ワーキングメモリー、処理速度、言語理解、そのあたりをでどこにギャップ抱えてんのかっていうのをまず測って、その次にビッグファイブでもそのテストを受けて自分はどういうもんなんか、どこが高くてどこが低いのかっていうのをはっきりさせてみたら、うん、そしたらあれなんかそうか、俺こういう弱点があってこうでこうだから、なんかちょっといろいろとミスマッチあんのかなって気づくと思うよな。県民系どっかでそういう知能検査受けよう、受けた方がええで。あとそうやな、価値観やね。価値観に関してはそうやな、まあまあでもヘキサコである程度わかるかな。うん、ほんな他にもそうだな、まあ、せっかくだからここでもねみんなの前で近況報告をすると したら、法人の営業の募集、まあ、先週か先々週ぐらいしてましたよね。でその時にね一人集まりましたっていう話をしたかなと思います、どっかでね。でまたまあちょっ と打ち合わせしてメールも複数回やり取りして、でどこからどこまで任せられるかっていうのはだいぶ具体的に見えてきて、ここからここまでしますと。マーケティングはクロスがするけれど、インサイドセールスとフィールドセールスまでとリサイクルまでは私が担当しますと。だからリストさえ分かっ、リストとあとプレゼンの資料だけ渡してくれたらもう任せてくださいっていうところまで明確化できたんで、まあだいぶすっきりしたなと思いましたね。これは良かったやと思いました。すげえ分かりやすいなと。であとそうそう、あのツイッターやね、そうやね、ツイッターでもマーケティングとセールスの流れみたいなのを分かりやすく1枚の表にまとめたやつを出してね、意外とそんなにリツイートされんかったんやけど、画像出した方がリツイート率上がるっつって、まあじゃあ画像あるからやってみようと思ったら、まあそうでもなかったなと。ちょっとまあそもそも私が何やろね、フォロワー数が少なすぎるっていうのが一番のまあ問題かなと思ってます。どっかでうまいことやらなあかんなと。だから私の課題、当分の課題はね、リスト集めなんですよね。法人のリスト集め。だからここをちょっとどうにかせんとあかんなと。よし、ちょっと結構骨折れる作業やけど、やることは分かってるんで、下準備がすげえ大量にあるけど、もうやるっきゃねえなって感じですよね。やるっきゃねえと。うん。ってな感じかな。はい。
まあ、国ごとのその違いっていうのが分かって興味深いなというお話でした。じゃあ今回は以上とさせていただきます。さよなら。